ゆき作「クルワの女」その十一愛人とともに絹が駆け落ちをしたその噂はあっという間にクルワ中に広がった妻子ある人に惚れ昨夜遅く服屋の家を出たまま行方がわからない大正十三年 キヌは数えで32歳の時である。32といえば、女の毎役の年だ。キヌが一生に一度、自分の心のままに行動しようとした出本だった。見えない大きな力で、抑え込まれるような生き方を強いられた、25年間のクルワの生活から、 思い切って飛び出してしまったのだあの売れっ子の絹が逃げたという思いがけなさに話に尾ひれがついて鍵盤髪結いやゆや人の集まるところでは夜と触ると話題になったしかし誰よりも動転したのは福屋の女将梅子だった梅子は 年はまだ若く絹よりわずか3つ上なだけである絹には女将というよりも老廃に等しい人だそれだけに梅子にしてみれば世間体が悪いのであるおっかさんの服がいなくなったので服屋ははやうちもめかと世間から笑われることが手に取るようにわかるからだ 所詮、置屋は他人の寄り合いで、外見には穏やかに見えていても、内々はどうなのか。そこは、置屋同士が一番気にし合うことである。たとえ、ごたごたが起きたとしても、隠しを押すことが、お上の手腕だった。だから、絹の出本は、服屋にとっては、単に抱え芸者が、 勝手に起こしたことだからと言ってはいられない。家出には男との噂だけではなく、服屋の家の中に何か耐え難い原因があったに違いないと言われることは目に見えていた。今までにもそんな不祥事が起きたことはしばしばだった。かかえ子が足抜きをした。 芸者が好きな男と駆け落ちをした。本妻と芸者が沖屋の玄関口で派手に口論し合ったなど、そういうことはきりもないことだった。そんなことがあるたびに、亡くなった服はまるで遠い家事沙汰を見聞きするかのような口調で、そういう不始末を出す置屋の女将の解消なさを言い、大然と、 長火鉢の脇でタバコをくゆらしていたものだだから梅子は絹の家出を知った瞬間にまず母の服の厳しい顔を思い浮かべたと同時に何かが起きるかもしれない予感のようなものがここ1年ほど前からあったことに気づくうちわのもろもろの些細な行き違いや そのもつれからの口論が思い出される。一つ屋根の下に住む絹とやはり幼女の古今そして梅子3人とも年齢はあまり違わない。そのためは目には理解できないような感情のもつれがありそれが圧力となって果ては口げんかになってしまう。 例えば衣装を新調するときにもそうであった。たかが衣装をあつらえるにも、摩擦が起きて早や終わり見した。年頃の二回ようた女たちな、天殿の持ち金で着物を一枚こしらえるがにも、はために気遣いをせなならん。芸者が衣装にお金をかけるがは、着物や帯が働き際さけねえ。 元でやさけや素人さんが着物を美しいもんに思うて楽しんで身につけるがとちょっと訳がちごっとる元手のかけようが大きいちっちゃいは売り上げにまっすぐ響くがやさかい,い同じ屋根の下に住んどりゃ気の騒ぐがも無理のないこってくるわでは女同士の嫉妬 虚栄心は当然のことながら世間よりも激しい絹は踊れる弾ける歌えるの諸芸にますます磨きがかかり座敷がかかりっぱなしだった月に200本余りの花代を売り上げていた自然花代の伸びない老廃が絹につらく当たる嫉妬なのだ 服が達者な頃には抑えられていたものが一度にあからさまに現れた万事がこうした調子だったしかし家を出ようと決心したのはそんなことからではなかった直接の動機は絹の心の内にあった芸者家庭一生に一遍ぺんくらい見境忘れてしもうことあるがですわ すいたお人とたい持ったように気ままに暮らしとうなるがなおかしいもんかねえ世の中の裏も表もても甘いもかみ分けた三十も半ばの年になってからに今と男さんとうきなを流すやて恥ずかしいことをとあの当時はるわじゅうが鳴り響いたそうやってほやけど 人のうわさやってそんときゃすっきりと忘れてしもとってただ夢中やったわ。くるわの女は昔な二十五にもなったさな年寄りと言われとってね赤いおじゅばんが早切られんようになっとりみした三十の声がかかったさなこの土地じゃ誰でもみんなババーって言われとったわ。 そやけどか、色恋はおなごは灰になるまでやとも聞かされとりみした。服屋のおっかさんが火鉢の灰をひかきでこうしんなりと鳴らしながらよう聞かえてくれまさるがやどっちかっちゅうと男嫌いでとっとった私に聞かすための言葉やったやもしれん。 相手は初恋の人だった。これまでのどの旦那よりも相性があったそれにしても思い切ったことをしたものである一年のうちに二人の母親に死なれへそのを切られたような気持ちが思い切った行動を取らせたのだ車でババアと呼ばれる弱いになった 初めて思うがままに行きたいと願った絹は、誰に相談をするでもない、心に決めた。おっかさんの言いなりに決められていた、気のそぐわない今の旦那とも別れたい。車から外へ出てこないか、芸者を辞めたらどうかと言ってくれる人のもとへ身を寄せたい。そう、いちずに思いつめた。そして、 腰方をふと振り返ってみると、まるで籠の鳥のような生活であったことに気づいた。観察、ユーモンがあってねえ、置屋に席を置いたさな、車から一歩でも外へ出るとき、たとえ日帰りでもいちいち取り締まり規制によって、警察の交番に行き、着札の許可証をもらわなならん。へえ。 年が明けとっても、鍵盤で用紙をもろうて我が身が新町文書で向いて許可をもらうがや車から出て外どまりともなったさなもっと詳しく出先を届け出せなならん親が病気や酒とか我が身の体が都合悪い酒入院せなならんとかそのことを証明する用紙などを添えなならん。 まことに厳しい観察制度で昭和八年頃まであったがです。そっからそこまでちょいと外へ出るがにいちいち観察ですやろ芸者は車の中に閉じ込められておったようなもんや。結局お金の問題や。大なり小なり置屋に毎借金がありますさかい。足止めのつもりで外出許可を 面倒にしとったもんやね芸者は客に低操を売っても心を売ることを客に恋することは禁止されていた老師の監視は厳しく芸者将棋に無断外出されないように巡査に協力を求めた家出をする前に絹はすでに自前芸者であったとはいえ おかみの梅子に一言話し了解を求めた年季が明けていたけれども絹の戸籍はまだ吉田家にそのまま預けられてあったからだ絹の決意を聞いた梅子はそのような思い切ったことをするとは思っていなかっただけに慌てたとても信じがたく二度三度と聞き返し信じられないといった表情で首を振り ほんなら山人の旦那のことは一体どうする気やと梅子は釘を刺してしかしまさかのことは起こるまいと安心していたのだった絹は最後に残るのが梅子に言われるまでもなくそのことを思っただけで体が震えた一体旦那の山人にいつそれを話し 許しを得ようかと夜も眠れない二谷の挙句ようやくそのことを告げたのは6月14日の司祭の祭夜だった。現在百万石祭と称されるこの祭りはその前年の大正12年に第1回金沢司祭と定められ各種の宝祝行事が行われ始めていた。 金沢司祭は天正11年1583年4月25日加賀藩祖前田利家が金沢に入城したのを記念し毎年6月14日に行うことに決められたその日は金沢の町を挙げて祝った車には昼間から灯籠するものがきりもなく座敷では繰り返し 金沢鹿,が歌われた鹿は前年の5月30日に生まれたばかりで十分に覚えていない歌詞を絹たちは客について反復練習をした「二つの流れと長く冷たく澄んで湧くところ」 かの数の日に添えておのずからなる大都会鹿は旗行列や提灯行列で歌われた2回目の司祭を迎えたその年は前年に劣らずにやかな祭りだったことに金沢駅が混雑した汽車や電車を乗り継ぎ その日の正義を見ようと集まった人の数が1万人であったと金沢駅は乗降者数を発表した桃色や黄色のこんもりとしたパラソルと麦わら帽子の波が駅から当日切手の出し物である時代風俗大名行列が出発する堀川の近くま前まで続いたまず 先払いのの武士姿の二人が来る。派手な黄色のちりめんの襦袢に菅傘をかむったヤッコ姿の男が松尾筑前の守と対処した荷札のついた荷を担ぎエイアイエイアイと威勢のよい木あり温度の節を面白く練り歩くヤッコの身振りをちらちらと横目に見ながら 絹は午後からの余興部隊に出るために道を急いでいた前夜祭として芸者の手踊りが東の車演舞場であったのだが司祭当日の祝演は市公会堂の会場で行われた金沢の4つの車東西北風江町の芸者連が余興部隊で芸を競い 相良市長を中心に集まった来賓一同の合彩を浴びた絹が服屋を出たのはそんな司祭の夜だった山人は月に2度か3度絹を訪ねてくるだがその日は司祭のために店を早じまいしたせいか常よりも早めに訪れて酒の匂いをさせながら のっけから,からだを求めた。絹はとっさに強くそれを拒んだいつもは山人との仰せには服屋の離れの間を使っていた承諾を構えることを避けていたのは山人自身であったが絹自体もそれを強く望まなかった山人は無論家族や世間体を気遣ってのことだったし 絹はいずれ山人と別れたいと思っていたための躊躇からだった。求められた体を拒みながら絹は今夜は打ち明けようと心を決めた。昼間から立て込んだ接客との疲れがむしろもうどうにでもなれという思い切りの良い決心につながったとも言える。あの男さん この間からお話ししようしようと思うとったがですけどかどうか勘にんしてくだはれお暇をお暇を今夜限り欲しいがですけどか長い間ほんまにお世話になりっぱなしで横着なことやけどかお許しをいただきたいがですどうか突然のことであり 驚いた山人は何の話かと細い目を見張り何もう一度言うてみと怒鳴るきぬは繰り返して言う言葉を失った誰ぞから噂話として山人の耳にすでに伝わっていることをひそかに望んでいただけにその思いが打ち消され辛さがどっと募ったこの人は 全く知っってはいなかかたのかあれほど狂うちではかなりの人の口の歯に登っていた愛人との話がそう思うと両手を畳についたまま目を上げることができず怒る山人の膝の辺りの着物の震えを捉えていたいきなり畳を描くようにしてにじり寄ってきた男の手が 絹の顔に飛んだ。んを抜かすかと思いやそういうことかいやわけを言えま目あげてみいま目をひょもぬけぬけとそういうことが言えるはあもういっぺん言うてみどんなつらさ上げてそういうことを抜かすか一期半期の年季のもんでも暇欲しいとっきゃ理由を言うもんやわい,い。 何の理由ものうてひもをやるわけにはいかんわい,いおいすらをあげてみてこっちゃわい絹の両ほほを高い音を立てて殴りつける絹は突っ伏し顔を畳につけ歯を食いしばって声をのむどんなに殴られようが蹴飛ばされようが我が身が悪いに違いない 別れたい真っ当な理由なぞないのだ。相手の男で誰やい。おい、言うてみ。どうせ芸人か。三百代言やろ。男も男や、盗っとめが。なんじゃい。そういうもんにうつつ抜かいてけつかる。おい、返事をせえま。おい、返事せえてこっちゃわい。火を焚きつけるほどの大声とと,ともに。 つっぷしている絹の髪をわしづかみにして引き起こす。涙でべったりぬれている絹のゆがんだ顔に、男の拳が飛び、唇の端が切れて血が流れる。男はどなり、殴りながら、こんな芸者分際に縁切りを言われるとは、山人の男がすたる、何たることか、踏みつけにも程があると、はては、 曲げをつかみ八条の部屋を毎日文字に引き回したその夜山人は夜更けた十時を回っても家には帰ろうとしない珍しいことだったいつもは九時を過ぎると早々と帰り支度を始めるのに帰らない興奮と男の嫉妬から体中が怒りに燃え 平素全く力ずくに縁遠,遠い白夜の主の身であるだけに長尺の果ては肩であえぎ息をあらめそれでも気持ちの収まらない狂ったような人よであった「おい明日の晩も来るさけな考え直いてみいや」その最後の言葉にもまだ山人の肩があえいでいた。 祭りの夜は一晩中三味線や太鼓の音でにいわったぞろぞろ歩く水客の声女の声喧嘩客引きのやり手ばばの声がする絹は何十年も聞き慣れてきた夜の遊郭の喧騒をぼんやりとした頭の芯で途切れ途切れに捉えながら服屋に寝るのも 今夜限りのことと思ったほうけた頭にまず荷物を運び出すことを考えた。どうしたら人目につかず少しでも運び出せるのか。今夜しかない。今夜しか。そう思った絹は日頃手なずけてあるターボを鶴子のもとへ使いに走らせた。心急ぎながらひそかに 八分通り荷造りのできていた氷をひとまず鶴子のもとに預かってもらうことを考えついたからだあちこちの置屋を探し回りやっと見つけられた鶴子は急ぎ服屋の離れの間につき絹の顔を見るなり声を上げた血のりのついた口元がべったりとゆがみ髪はざんばらになっている。 その髪を見やりながらなんと恐ろしいことかと大いをつく「これはあんまりなさあすぐに急がなさあと」とヤグにかけてあった唐草の綿風呂敷をはぎ氷から手当たり次第につかみ出した着物帯を手早くくるみ三つの二にする折から都外にさしかかった獅子舞のえの中に紛れ込もうと かやに全身でぶつかった。脇下に二を抱え込み、頭ごと右手でかやをめくる。中には数人の芸者が三味線を引いていた。驚く声にシッシッと二本の指で口元を押さえ、右に左によろける。ふらつきながら二の一つを自分が持ち、ターボに使いを出して呼び寄せた 鶴子の承諾の女中にさらに一つ持たせた。こうして自分の家に運ぶことを思いついた時鶴子はとうとう友達の夜逃げを手伝ってしまったことに気づくのだった。絹はこの世ほど祭りをありがたいと思ったことはない。常の夜であればいかに狂うちとはいえ、 真夜中の十一時過ぎまでこのような人通りがないからだ祭りは一晩中にぎわったその夜毘沙門さんの境内に茅を支える竹組が解かれ獅子舞の胴体が横倒しにされたのは夜半の一時を過ぎていた絹には荷物というほどのものもない わずかの2は一旦観音町の家に置いてあったのだが再び福屋に持ってきてあったのだそれでも着物と帯など身の回りの品を詰めた柳氷が5つできていた8歳の時にこの家へもらわれてきた時は柳氷が1つであった25年間この福屋で働いた歳月が 氷五つの高さでしかなかったのだ。いずれ柳氷を送ってもらう届け先は大阪の池田の町だ。母の実家へひとまず身一つでも転がり込むことにした。叔父の家である。とにかく金沢の町を遠く離れる。それが肝心だった。叔父は大阪へ。 数年前に仕事の関係で引っ越しをしていたのだがそこに一年間寝起きをさせてもらうおばは絹より5つ年上の五歳だったが突然芸者をしていた姪に転がり込まれて呆れていたとはいえ迷惑だから出て行ってとも言えないその立場が日常のことごとくに反目として現れる 次第に三度の食事にすら微妙な差別をしてありおばの心うちがありありと分かったりするおじを頼ってきたということにはやばやと後悔をした絹だった服屋の家での住み心地と血のつながりという縁で転がり込んだ家の住み心地そのいずれがよいとか悪いというのではない 所詮は自分がどこで生きてゆくのか落ち着く先を持っていない流れ物の姿に嫌というほど心細さを感じたのが大阪での暮らしだった心弱さはしかしそれだけではなかった全く良くしていないことがあった一切の女の仕事が 絹のの身にについていないいてなことに気づいたのだ。二十歳そこそこで大抵の人ならすでに習得しているはずの家事ができない料理洗濯掃除縫い物その他女ならば誰でもができるはずの仕事のそのどれ一つもが芸者家業だった絹には無縁で 三十半ばの弱いを迎えてしまっていた。それが芸者の当然の暮らしであったのだ。服屋では家事、身辺雑用はベーベとバンバがしてくれた。観音町では母がすべてしてくれた。一日に二回は履き替えるたびを洗ったことがない。 毎日のように付け替える半襟の糸と針すら持ったことがないそのほかお座敷へ出る前後の用意後始末は優に及ばないましてや米を研ぐみそ汁を作る魚を焼くそんな家事のこまごましたクリアごとは一度だってしたことがなかったさせてもらえなかったのだ文字どおり お姫様と呼ばれた飾り物のような暮らしだったくの中では全く不思議に思わなかったこれらの生活が一歩外へ出て生活を始めた時に気づいた今更のように女として当然身についているべきものを知らないことに驚くのだった池田の町での生活はそういう意味では 絹がこれまでに感じたことのない心細い思いにとらわれ、果ては自己嫌悪にすら陥った。だから一週に一度、決められた日に、決められた宿で恋人と会うことだけが救いであり、その日を待った。大瀬は今日の宿で茂く重ねられた。上賀茂神社の近くにある城宿は、かつて、 祇園にいた芸者が主で一元の客はお断りというこじんまりとした構えである細表にゆるくこを描いた舞のあたりと腰つきに艶っぽさがあった宿の主はかつて井上流の踊りを習いその舞台に立ったこともあるという誇らしげに王子のことを語る目元が 生生き生きとしていた客用の灰皿にわずかの灰があっても直ちに取り替えるその潔癖さに絹はふっと服屋の服を思い出しどこの芸者もこうであったかと妙な関心ぶりをした主は絹の全身を知り互いの問わず語りの身の上話に 私も祇園に入ったのは6歳の時であったと語るあてが6歳の時やった京米の井上流の舞の手ほどきしてもろたんはそうどすなかれこれ60年近うにもなりますやろかそん時にお習いしましたお師匠んのお子がいやはりますし一度大手てみやはったらどうどす」と。 親身に心配りをしてくれたことが忘れられないまた時には「金沢の東の狂わゆうのんは有名どすなあ祇園みたいなとこやと聞いてますえ舞ごはんもようけいやはるのんどすか」としきりに金沢のことを知りたいふうだった京都の茶道具の老舗 装備堂の主人だった愛人は物柔らかな物言いと心遣いの温かさがそれまで抱えられていた山人にはないものだった長身の絹と並ぶと背丈がほぼ一緒で男としてはいくらか小柄だったがそれだけに和服がよく似合った伏羽二重の無地の羽織に茶っぽい紬の着流し 格帯白旅の姿はいかにも幽も者らしくそのまま三味線を持てばと思うこともしばしばだった絹は男の和服姿が好きだった角帯をきちっと締めた腰のあたりから一直線に両の足の線を覆い込む着物の幅に洋服の時のようにあからさまではない 男の内をかじて惹かれた。どうやそろそろ大阪の暮らしになれはったか落ち着いたらなんぞ習い事でもまた始めたらよろしいがな退屈やろしなお茶の先生やったらええお人を紹介してあげるで装備堂の主人は何かと気遣ってくれた絹は15歳で水揚げされ 一本の芸者になって早二十年に近い歳月を経ていたその暮らしの中でいつしかジョージを快いものとして受け止める姿勢になっていた今思うたさな池田での暮らしはやっぱし一番思い出に残っとってそれは楽しいこっちゃった男さんの体がないにぬくいもんやて そ根まで生、ね、ま,まれながれの裸になって腹合わさったさなじとっと汗ばんでしもてほんまにこれが勘のうちかと信じられんほどでございみした京都の冬かて思ったよりかきつうさぶいほやけどか金沢の冬の方が どんだけやら。雪は不幸なるもんのだらだらと寒さがなごうてよさりの冷えようがまた格別ですがいねたとえ男さんと寝たかてあんかまでもおだかにゃ冷えっぱなしでつま先が冷とうて寝られたもんでなかったですがいねこれまでにかてそりゃ裸に近い格好で 寝てほしいと言われりゃ。逆らわずに体を任せたことかてありみした。ほやけどか、かどの相手さんも限られた時間に事をせくまさる。ぬくもりもなもあったもんでない。関係やったがいね。芸者大たさな世話しない。人の肩かか抱くよりせわしない時間にぼわれてと。 よう歌うように言いましたお客さんがありみした。どのお方さんも限られた時間にすまさんならんちゅうて手っ取りばようかからにゃならんがですわ。時間かけてやんわりちゅうこたまあないがですわ。おやさ酒こっちも待ってゆっくりとぬれとる暇もないうちにすんでしもみした。どうせ私らな。 ひとときの慰みもんや酒ぬくまる間まものうてことすみゃほっぽらかされてしもほれ時間じゃっちゅうて走るように帰り自宅をしまさる男衆が大ございみした男と女が相よったあとな寒さだけが残る体の交わりで終わっとりみしたそんなもんやとだけ思もとったがですわ。 あの人な、おねまに大概ゆっくっと時間をかけまさる。そりゃ、よさりによっては、ねじり伏せられるようにすんで、わずかの時間で離れまさることかてありみした。こんなときでも、手を預けてくれまさる。よさりじゅう、横に寝ていらさるちゅうことが、言われんうれしいこっちゃった。あたしゃ、 つくづくづ思い見したね芸者と奥さんの違いな朝目さまいても横に旦さんの顔があるがが奥さん家業やとねこれまでにそういう経験ななかったもんやしあったかい男さんの胸に顔をうずめて思い切り髪を無駄かいて眠れることがほんまにうれしいことで。 芸者の頃なお人さんに抱かれる時も髪が乱れんやろかほどけんやろかそういうことばっかしに気を取られて名もとろけるような気になりみしんだ花の盛りの自分な別としていつまでも高い唯一印を取られてひがみを言えるような身分であるまいし髪崩れるががおとまして 首据えてただ揺さぶられとったもんですがいね。これまでに幾たりの男さんに抱かれみしたことやら。なあさえろくに知らんお人と寝て、その数も覚えがないくらい長屋酒。夜ごとの枕が変わりみすがが、嫌や,やと言うとってもはじまらなんだがや。つろうてもお金で買われとるみや酒。 そう思うならこそ辛抱できたんと違うやろうか。おなごな惚れた人に大うて初めておなごの幸せが生まれるもんやと知りみした。三十も真ん中になってからに寝たさいなうれし涙がポトポトと流れてからにどうでこないに涙が出るもんやろうかと思いみしたて。 その人が言うましたまた中春泣かんといてこない抱いてもらうと嬉しかおなごがおなごになれたいう時の顔が一番ええもんやなと泣くがにこさ困り果てとるましたふうやったつらいこともたんとありみしたけどかやっぱり池田の暮らしな これまでのうちで一番幸せやったと思うとりみす。大瀬が行われた四畳半のいつもの部屋は北側に一つ丸い障子の窓があった。会うのにふさわしい部屋の広さと程よい光の中で会った日は昼夜の別なく冷めては眠り眠っては冷めた。夕方の4時過ぎに 昼とも夜ともつかぬ食事をすることすらあった。絹のうっすらと中年の脂肪に覆われた皮膚は、すでに抗われぬシワとたるみを宿し始めていたが、それだけに地の底にまで落ち込んでゆく快い快楽を舐め尽くしたい欲望を抑えきれなかった。絹は二人きりの床の中で、 互いの体温を確かめ合いながら今の自分は体を売っているのではないと思ったそれでいながらぴったりと肌をすり合わせた大阪での暮らしはそう長くは続かなかった何よりも居候でいることの気兼ねに耐えられなかったからだ家事すら満足にできぬ女が 「いつまでも厄介になっているわけにもゆかなかった」「やがて1年ぶりに絹は金沢の町に帰ることになる」「装備堂が金沢に承諾を構えてくれた」「疎ましい思い出ばかりの金沢ではあるけれどもこの土地には知人がいる」「友人がいる」弟「弟妹がいる」「語る相手の あることが何よりだったそれにそろそろ世間の噂話もほとぼりが冷めた頃と見定めてのことだ帰る決心をする前に妹佐藤を通して別れた山人のその後のことを探ってもらったあの当時山人はしつこくしつこく服屋に現れ絹の行方を教えろと迫ったらしい だが根が家庭第一の男であったからそのうちには諦めそれを機にふっつりと灯籠もしなくなってかれこれ半年余りになっている。里から絹が金沢に帰ることの知らせを受けた福屋の梅子は「できることなら一日も早くまた絹に芸者として働いてもらえまいかと思った。 その伝言をいち早く絹に伝えた。誰よりも絹の帰りを喜んでくれたのはやはり里であった。承諾は金沢城のほとり大手堀を前にしたところに構えられた。二階が二間、下が二間、こじんまりとした家だった。月に一回は、 必ず商用で訪れる装備堂は商宅を構えてからは一週間ほどゆっくりと滞在し今日の宿で会うような落ち着かない思いもしないで済む絹も初めてささやかな書体を持ったという気がした金沢城の周りにはかつてレンチ堀、白鳥堀、イモリ堀、大手堀の 四つの大きな堀があった。その四つの堀のうち現在も水をたたえているのは大手堀だけだ。レンチ堀にはハスが一面に生えていて別名を百軒堀とも言った。昔からもののたとえに百軒堀にあられという言葉がある。広大な堀の面積に対して トントンと音を立てて散らばるあられの振りざまは広さに対する詩唱の滑稽を意味するのだがそれほどに深く大きい堀だった堀に沿って桜と柳の並木が長く道を延べている細かい雨が桜のつぼみを包み柳の目をまっすぐにする春の彼岸が過ぎても 時には吹雪に見舞われる北国なのだがある朝桜がほころびた絹は浅野川べりの並木を思い出した女工場や演舞場に通った幼い日をまるで昨日のことのように思い出しながら堀に向かって糸を垂れる子供たちの後ろ姿を見下ろしていた男か女か 髪型では見定めのつかないほどの幼子が背中の帯の膨らみにはそれとわかるだがエビガニやカメの子を取って遊ぶ手の仕草ではその区別がつかない絹には子供がなかった欲しいと無償に望んだのは装備堂の旦那と暮らしたここ1年余りのことだった 東山の岸本神さんへ願掛けにも通ってみた。だが、ついに授からなかった。ただの一度も流産をすることさえなかった。馬詰めというあれですがや、流れてもいい酒せめて一遍でもお腹に来てほしかったと思いみしたけどか。埋めるものなら埋みたい。 そう思った相手はたたただだ。人であったのだたとえててなしご事言われたとしても絹は産みたかったほどなく妹の世話で来たテルという名の50歳を少し過ぎた女中との2人暮らしが始まったテルはこの家に来る前に商家に住み込んでいたということだったがよほど厳格なうちであったのか 行儀作法が丁寧すぎて絹は面食らった。笑う時にもいちいち口元に手を当てる。食べ物を食べる時はたとえそばを食べる時でも決して音を立てない。そろりとも音をさせない。その上言葉の上には必ず「王をつけた。例えば今朝なあ雨や酒お人力車で お出かけあすばさんとお足元がお冷えになんまさるといった調子で奥様と呼ばれることにすら初めての経験の絹は慣れるまでまるで息の詰まる思いだったしそんなに丁寧にしゃべらなくてもいいと訂正させるのも気苦労なことだったそれに歩き用も十七間三百もあるという大柄なくせに いつ絹の後に来ていたのかわからないことがしばしばのしんねりとした動作であった階段を上がる時もひそひそと上がりどういう訓練を重ねてきた人だったろうかと時折おかしくもなるある日絹がそのことを感心したふうに言うとテルは気兼ねしてくらい手ばかり来たもんや酒という返事に ふとテルを愛しくももったものだ。そしてテルの体格のよさは実母の峰とはまるで違うはずなのだが次第に明け暮れを共にしていると絹には2人の境界がどこかで一緒だという気持ちに重なるとにかく忠実に仕えてくれるテルの態度を絹はこそばゆい思いで受け止めていたそのころ ポツポツと芸者たちが絹に芸の悩み事を相談にしに来たり三味線や鼓の稽古を見てほしいと尋ねて来始めた壊れるままに教えようと思ったのはいずれターボたちにも芸の手ほどきをしてやりたいと思っていたからだった昔に変わらず車にはターボがたくさんいて芸の仕込みを受けていた 間もなく昔の老廃の妹とその友人に芸を教えてもらいまいかとの相談が入ったその家は車のすぐ傍らに商宅を構えていたのでいわば出稽古ということになる近くの置屋からターボも来始めたターボに手ほどきを始めた絹は幼い頃の寒稽子を思い出しそれだけに 教える立場になると到底厳しくはできないただ礼儀作法だけは厳しく教えあんたらは東の芸者さんになるがやさけ何よりもお行儀が肝心ながですぞさあ丁寧にご挨拶からとそればかり噛んで含めるように教えた三味線の音締めを試し指を使い始め 久々の三味線の音に生き返ったような思いをした。とちりちりとちりちりはちりちりね。そこ間があるがや酒ほやほや。あらそんないそこんとこへ指を持ってってほらとちりちりとちりちりはちりちり。なんという楽しさだろう。なんという懐かしさだろう。きのは一年半近く。 三味線の音から遠ざかっていた日々がまるで嘘のように思った。芸者が芸を忘れていることの寂しさ。まるで長年の修正のようになっていた芸への愛着に今更のように気づいたのだ。絹が福屋の家を出てから二年の月日がたったある日のことだ。京都から 装備堂の本妻が突然訪ねてきた装備堂の旦那の小柄に反してその妻の大柄なことが絹には意外だったその女はセルの着物をぽってりとやぼったく着て肥えた体を一層重そうに見せている足元はブカブカと旅の皺が目立ち泥の跳ねた 雨下が着丈短く着た着物の裾にあるしかも投げ出したような形で足首を開いたまま突っ立っている人の玄関先を訪問したならばどんなに寒くともコートを脱ぎ上がり口の板に両手をつきうずくまって物言いをすることをしつけられて育った絹である立ちはだかって話す相手の態度に こちらが見くびられていると思うよりも礼儀のほどを知らぬ様が哀れである子供が二人いる奉公人の手前もあるので別れてほしいとお決まりの別れ話の訴えであったいずれそのような時期を覚悟していたとはいえその訪問にはやはり答えたそうしたやり取りが 二度三度あった後、き絹は意外にすんなりと愛人と別れた無論心は揺れただがその本妻の頼み用の惨めさと正直言って争う心になれない当てはずれな相手であることを知り張り合う気持ちがうせた今日の女の人ちゅうもんなもっとこう 垢抜けていらさるもんかと思っとったがにしょたついた襟元とただひっつめの髪型でじめじめと頭を下げましたにこさ参りみした。まあ、ことに気兼ねがいっぺんに吹きだいてからに主人のことは諦めてもいいけどかただ子供が子供がかわいそうやと子供にかこつけて別れてほしいそれ一点張りやったさけ。 絹は席こそ入ってはいないけれど曲がりなりにも世間からは奥さんと呼ばれる現在の暮らしに不満はなかった下遣いもつけてもらい着ること食べることにも不自由はないそれに京都と金沢というふうにこれだけ離れておれば気まずい思いをする本妻ともそうそう顔を合わすわけではない自分さえ 別れとないと譲らねば装備堂の旦那さえ愛想を尽かさねばこのままの暮らしを続けてゆかれるただ本妻が金沢に来て思いの丈を言い懇願したことをすでに知ってしまった今もそういう妻の出方をなじらない旦那の気性が気に入らない叱らないのはともかくとして歯切れ悪くずるずると これまでの状態を変えない男の態度に、木のは次第に心が冷えてくるのを覚えた。何かことがあれば、男はやはり妻子大事と家庭を守るに違いないし、自分は所詮男の遊び道具であったかと思い当たる。けれども、まだ34歳の生身が、生実家、 女の体の快感をとことん知っただけに一人寝の寂しさにどこまで辛抱できるだろうかと一末の不安もあり未練といえばそのことと行きつ戻りつする思えば絹はいつの場合も自分の方から相手の男へ別れ話を持ち出している気性が強い一方 物事のけじめをはっきりさせないと落ち着かない潔癖な性格のためであろうかその時も絹は案外あっさりと将来の生活を案じながらもとにかく別れてから考えようと別れることの方が先に決まっていた「めかけてもんなどうも自分の勝負にあわなんだがですやろうか」。 仕事のついでにいついらさるやら分からん男さんの足音をただ待つだけの暮らしのそのはがいさ。ちんとかしこまっとることができん性分でね。ほんで旦さんに話をしみしたがやこのへんであんたさんもはっきっとした方がいいがんないやろうか。あないにしげしげと奥さんが出入りしまさると。 ここっちも日の重いことやし。絹の別れ話に一応はどうしても自分は別れないと突っぱねて承知しなかった装備堂ではあったがだがそろそろその潮時と彼自身思い始めていたのではなかったろうか装備堂との話し合いはついた。 絹は自ら初恋の愛人に別れてほしいと話を切り出し別れている。毎月の手当てをもらって一生を日陰者で暮らす生活よりも自分の力で生きていく道を選びたいと思った。無論将来への不安がなかったわけではない。夜の吹雪が朝を待って晴れた日だった。 別れを考える絹には眠れぬ夜が続きそんな朝は目だけがまぶしく雪景色が痛く感じられる堀の対岸の垂直の石組みがきれいな雪のかすり模様になっていた吹きつけた雪は吹雪がやむと自然と落ちて石と石との間の隙間に埋まった雪だけが残ってかすり模様を作る 時々堀の方から風が吹き上がり石垣の雪をあおるポトポトと堀の水に吸われる雪はまるで綿菓子のようだ石垣の雪のかすり模様は午前中いっぱいがやっとだ玉揺らの模様をガラス越しに眺めていた絹はふと友人の鶴子に会いたくなって使いを出した 鶴子は白がすりの着物がよく似合うやがて雪道を15分ほど歩いてきた鶴子はほんのり赤らんだ目元を伏せ風の冷たさを言った鶴子は御徒町のやはり正宅に住むようになっていた御徒町の通りに高々と津賀の大樹がある梅の橋のたもとにある 西風草の前だ。その横障子を入ると船板塀に神輿の松がのぞき歌舞伎門のいかにも典型的な商宅が鶴子の家だったその頃ろの妾は車出身が圧倒的に多く遊客たちは気に入った芸者が目に留まると外町といって中町車のすぐ近くに 格好の家を探して囲っただから東のクルワにいた芸者が目かけになると御徒町とか観音町あるいは木町などといったクルワの周辺に家をあてがわれるのが普通だったこれらの町はほとんど商宅であった絹は鶴子に相談を持ちかけた「別れてしまいたいだけど芸者に何ができよう?」。 残されているものは芸しかないのである物心もつかぬうちに車で育った人間は所詮帰るところは車だけれどももう服屋からは芸者に出られまい梅子は迎えてくれるとは言っているようだがその言葉に甘えられないと言って今更よその置屋からも出られないほんなら 置きをすることやわ。それしかないがいね。さっぱりと鶴子が言ったこれまで抱え芸者として生きてきたクルワの世界に今度は逆に芸者を抱える老師となることでしか絹には残された道がないと鶴子は繰り返し言った。